受かった方に聞く何を書いたら何点だった2017規律式試験情報大公開皆さんこんにちはレック専任講師の根本です今回ここのタイトルの通り合格した方に聞きましたあなたは規律式で何を書いて結果何点だったのかとぜひこちら合格できなかった方 自分はどこが足りなかったのかともしくはどれを書いていたらどれぐらい点がいったのかといったことの一つの指針にしてくださいまず今回調査をした対象について合格者だけを対象にしていますちょっと合格しなかった方にちょっと今の時期聞くというのはなかなか難しいので合格者だけで11人の方から今のところ聞いています。 で平均点が点がでした偏差値換算するとだから結構レベルは高い方になりますでその方々不動産投機商業投機見ますと不動産投機の最高点数が23.5最低点数が14.0一方商業が30.5最低が23点という形の母数の方での調査ですで中身に入る前にちょっとここで思うのがやはり不動産の方が低いってこと。 11人の調査の中で商業の方が高かった人が11人中11人なんです。今年の試験は商業でどれだけ稼いでいるかと不動産は減点対象が多いためみんなどんどん減点をされる商業でどれだけ稼いだかで決まったと思います。で次にこの えっと調査の方法なんですが開示請求答案を見て一個一個チェックしたわけじゃありません今まだこれ十月の四日に撮影しています本試験の発表から経、えー、ってすぐぐらいですなのでまだ開示請求答案があってそれをもとに正確無比な採点をした上での点数ではありませんお一人お一人にちょっとアンケート用紙を配りましてどの欄でミスっているといった項目を出して それについて、ね、こんだけミスったらこの点数だとという形でやっていますなんで必ずしも正確ではないしでその本人が覚えてないところのミスもあると思いますあらかじめその点だけご了承くださいではまず不動産登記です不動産登記の論点はこれだけありましたまず第一欄の方は枠ずれをしているかでも、えー、なおかつ括弧に 所有権更正登記で更正登記をちゃんと選んでいるか添付書類がかけているかで括弧三こちら括弧三の欄では所有権更正登記ちゃんと原因証明をかけているかと第二欄全体として枠ずれなく順番をちゃんと入れているかあと識別情報この提供できない理由が書かれているか でその括弧1、連帯債務者相続登記、原因が書けているか、添付処理ができているか、括弧2、括弧3、もうこれは論点原因ぐらいです、原因をちゃんと書いているか、第3弾、賃借権と優先する同意、賃借権、登記事項、結構多かったですよね、あれを書けているか、あと優先する同意、目的、原因、添付処理ができているかと。 これについてアンケートを取り、自分がミスったところ、エラーしたところについて報告してもらいました。そしてその方が何点だったかってことをこれから画面の方に出したいと思います。でまず一人目の方です。この方第一弾で枠ずれを起こしています。で、えー、ただ第二弾の方では枠ずれをしていません。ただ 三段で登記事項のミスと添付書類のミスがちょっとあります。ちなみに一覧の方をもうちょっと見ると。枠ずれをしているし、移転登記。公正登記な、く移転登記もやっています。なおかつ原因証明はかけてないってことなんで、おそらく。一覧については、点がほとんど残ってないんじゃないかと思います。十四点五点でした。 では次の方この方はむしろ一覧はできているで原因証明についても完璧じゃないんだけど遺産分割相続放棄の記載までできてるもしかしたらほぼ満点近いまで言ってると思うんです一方二覧では枠ずれをしている識別情報これが通知さ、えー、こちら提供できてないってことは書いてないまた 1>, 1件目テンプシルが少し抜けて2件目3件目原因が書いてないで3件目の方もちょこちょことミスがあると大きく言うと2件目の枠ずれをしていてあと前後でそこそこちょっとやってるという感じです。15点という感じです。つまり結局どっちかに枠ずれを起こすと。 ちょっとこれぐらい点数がいっちゃうのかなと、十五点ぐらいまで落ちてしまうのかなと。と思ったんですが。今度二つ枠ずれをしている方をご紹介します。第一欄枠ずれを起こしている、で添付書類が壊滅的な状態。で第二欄の方でも枠ずれを起こしている、で識別がない。で添付書類も抜けている。で原因が書いてない。 この方なんですが17.5なんですおそらく散卵です散卵で陶器事項がちょこっとだけ抜けているでも他は完璧だと散卵で結構稼いでると思うんですそれともう一つ枠ずれをしているんですがこの枠ずれイコール点がバッサリ取れないじゃないと思うんです 枠がずれたと言った場合そのずれた分は点は取られますが各部分が違ううかから全く点数はなないいじゃないと思うんですもしそうだとしたら第3弾だけで17.5点っていうのはおかしいんですよ。ということで枠ずれをしたとしてもちゃんと点がついているんじゃないかというのが推測されます。で今の方のちょっとした修正が次の方です。 これは先ほどの方と細かいことを言うと少し違いはありますが大きな点は第1欄で移転を選んでるんででるすはい、するともうちょっと下がって13.5ほぼ同じような答案で14.0というのもありましたやはりこれも「枠ずれをしているイコール全く採点をしない」ではなくある程度部分点をつけているんじゃないかと。 それがこの答案と前の答案の違いじゃないかと思います。で次に一覧二欄枠ずれはない。なおかつ一覧の方は添付書類がダメ、で原因証明がもう完全にダメ。一方二欄の方が識別がない。でも添付書類が抜けている原因がない。となりますが、枠ずれをしてないっていうところを考えれば。 結構点数高いいんんじゃないかと思うんですただこの方なんですが第3弾これもう時間がないので登記事項はもう完全にスルーしたと言ってました23.5でおそらく一覧のところですが添付書類で1の点で原因証明のところで2点で全部で3で二覧のところ 2のところで添付書類ででから1ぐらぐいで原因の記載がないことで1で2あとは識別でどんだけ持ってかれてるかと。ってことだと思うんですがそれにしてもやはり散乱ここでの原点が大きい裏を返せばここは点が稼げたとこだと。一覧二覧ができなくても散乱のところで点が稼げたってことになります。 ここ最近の問題ではあんまり書いたことないなといったひな形が毎年1つから2つほど出てきます。記述対策もちろん順番をちゃんと入れる実態の知識をつけるもちろんそれもありますがそれがやられたとしてもひな形の訓練をしておけばある程度点は稼げるんじゃないかなと現時点ではそう思ってます。ななので普段あまり書かないひな形も 一度二度は、手で書いてみることをお勧めします。次は商業登記です。商業登記の論点が第一欄がここに載っているものです。いわゆる、公開化の論点は、丸二丸三にあたります。次、第二欄の論点、解散してるっていうこと。で、あとは。 支店廃止でしょうか産卵は支配人がちゃんと書けているか解散によって支配人はやめているよって辞任ができないそしてもう一つはそれ以外の無効自由でないものをか書いてないかとでは見ていこうと思いますまずこの方第一欄の方で公開化の方でミスをしています。そそしててれに加えて 支配人のミスあと一覧のところで視点を廃止しちゃってますでテンプシルが少しミスしてるで二覧の方一覧で視点を廃止しちゃってるので二覧のところもそこを間違えますということでこの方が23でしたで次の方公開のミスと 一覧の添付書類のミスだけしています。二十七点五で同じような類似等はで二十五という数字がありました。ほぼ同じなんですが。一覧の公開化と支配人の辞任のミスです。二十八。で、おそらくこの三欄。 えっと、支配の辞任のところをやってえこちら書いてないというのであれば2点から3点は持ってかれると思うんです。でなおかつこれをやってるってことは2欄の方で支配人を辞任させてます。そこで余分なもので1。となると,、うん、と2欄で13欄で1か2をいくってことは公開官のところで4点ないし5点ぐらいの減点じゃないかと思うんです。 で実際、えっと、まだ電話でしか聞いたことがない方なんですが公開化だけのミスなのに30点という方がいましただから公開のところは4から5点じゃないかなと思いますはいで次の方ですが公開化は分かってるただ添付書類をミスしていて 支配人の辞任をやっている。で、この方が。三十点五です。添付書類を零点五点計算と考えると。一点五、一点五ぐらい。そして、あと、支配人の辞任で二三ぐらい。で、もうちょっと低いのかもしれません。少なくとも、添付書類の方は、おそらく零点五じゃないかと思います。もし一点減点していると、もっと引かれてもおかしくないと思うんです。 はい、以上のところが現段階で調査している状態です。もしし合格たた方え、こんな感じだったよということがあっったら言ってくださいというか合格している方はこの動画見ないか残念だった方自分がこれぐらいできたよというのがあったらぜひ私に教えてくださいまたこの動画を見てああれができてればもっといったのかなとああれすればよかったなというのがあればぜひこの先の勉強に役立ってください 以上で本日の動画の方は終わりにいたします。最後までご視聴ありがとうございました。頑張ってください。